J3 はね、優勝300万かな、1年戦ってさ、億単位と300万の違いで、ね、そこでいい選手を作って、いい指導者を作って、トップリーグに送ってくださいっていうのはね、日本はね、チームごと来い、チームごと来いってなってるから。続いてのおつまみは、セルジオイチゴさんのリクエストで、だし巻き卵。いいですね。だし巻き卵も好きなんですか？好きです。はい、すみません、いただきます。あ、すみません。これこういう卵を作れる？はい、卵、僕料理できるんで。僕もこれ作れるんですか？作れる。うん、僕実家の卵焼きがめちゃくちゃ甘いんですよ。うん、ああ。それがなんかお袋の味みたいな。うんうんうん。砂糖めちゃくちゃ入れるんで。これ美味しい。美味しい。うん、サッカーと野球の今日の2人だから、うん、やっぱり玉が合うね。あ、そうですね、玉が多い。もう選手さんに聞きたいことあったんですよ、はい、あの、はい、J リーグは、うん、あのシーズン春秋制じゃないですか、はい、でもなんか今議題で秋春制にした方がいいとか、うん、そのヨーロッパとかと同じするように変えようかっていう流れがあるじゃないですか、うん、でそこってどうなんですか、やっぱ変えた方、世界と並んだ方がいいんですか。まずその準備がね、日本に、はい、2008年から議論してる、はい、ということはもう長いよね。そうですね、劇団会長とかチェアマンがずっと、はい、できない原因はどこにあるかって、それ発表しないの、はい、例えば雪国、はい、雪国が設備投資とかいうの大体行政から作ってるグラウンドを使ってるから、うん、まあ、そこに引っかかると、あと日本の年度末が4月で、まあ、一番引っかかるのは野球もそうだけども、サッカーは親会社が大体企業のよね、うん、でそこの企業の予算をもらって、予算繰りしてもらって1年間リーグができる、うん、4月から始まったら無理ね、予算が、ああ途中から金作るのは企業はできないから、ああ、そこで一つ引っかかっている。あとは日本 の学校も、うん、4月から始まる。そうですね、したら卒業してデビューがね8月になっちゃう、ね、ああ各月、ああ、いろいろ日本にはね、その外国にいない問題を抱えてるんですよね、うんうん、結局解決しなくていけない問題が多すぎるから、うん、大体そこで止められてる。でも今回 もう変わらない、2008年からやって急にそのなんかひらめきができて、そこに手品ができたらいいんですけども、今まで何だったことになるんですね、これがね。でも寒いところでいうと、他のヨーロッパも寒いところとか雪降るところあるんですか。けども、ちゃんとそこにアレーナみたいな、うん、設備投資して雪降っても、まあ、全部ね、北海道みたいにグラウンドを作ったらいいんだけども、うん、そうはいかないから、僕の時代は試合少ないから、うん、春秋のシーズンだったの、うん、日本リーグ時代はね、ただ間が空きすぎて、うん、合宿が多くて、うん、試合が少なくて難しいのね、シーズンっていうどこで合わせてもちょっと違うとか、北半球で合わせても南半球と合わないとか、うん、もうそう考えたらもう無理に移行するよりは日本 そのいろんなものに合わせて進んだ方がもうベターな感じですか。まあ、野球も結構、ね、雪の関係避けてやってますよね、うん、野球は。そうなんですよ、だから野球も、まあ、楽天が仙台に行って、はい、結構寒い時期、開幕時期とか寒いんで、もう平日でもデーゲームで試合したりとか、はいはいはい、オープン戦は仙台でできないんで、岡山の倉敷の方でオープン戦したりとか、うん、本拠地使わないとかっていうところでは工夫してますけどね。まあ北海道はドームになったんで、はいはい、全く問題ないですけど、だから寒いのが仙台ぐらいしかないんですよね、うん、そのもう雪も降って、でもサッカーね、青森があって岩手があって、ね、秋田があって、山形もありますね、山形があって福島があったり、うん、全部だって J3 まで入れたら全部ほぼ全部ありますよね。そうなんです。 J1 ができても J3 まで下がると難しいですよね。難しい、設備投資も含めて。 J1 はね VR 方式置いてるのよ、うん、J2、J3 はないんですよ、うん、なんで J1 だけとかさ、うん、そういうところを増やしたら
そこに平等にやるっていう義務があると思うんです、うん、どうですか今これめっちゃチーム数増えてますけど劇団そこになったチェアマンが一人ずつが何かしなくていけないかあのだんだん俺はチーム増やすとかどのこの手やった中で今負担になって、うん、結局増やすことによって経費がかかるんですね、うん、他の国はねヨーロッパとか南米もね下のリーグはねトップリーグに来い来いっていう煽り全然ないんですよ、うん、そこでいい選手を作っていい指導者を作ってトップリーグに送ってくださいっていうのはね、うん、日本はねチームごと来いチームごと来いってなってるから、うん、じゃあみんなねものすごい入りたいから高い選手を取ってやって上がらないなそれが赤字になって大変なことになる、うんうん、J リーグアウォーズやったらすごい盛大にやって J2 もまあまあやって、うん、J3 はねリモートでやったの、うん、優勝300万かな、うん、だから1年戦ってさ億単位と300万の違いっていうの、うん、そこがやっぱりあの葬式として議題に乗るのは地元の J リーグ の環境をもっと整っても持ってあげてあげるっていうのがそうなんですよ海外 そのブラジルとかヨーロッパは J3 とかになるとそこまあ地域で根付いて全然2つチームを応援するのよ、うん、トップリーグと自分のチーム、うん、そしてねあいつはうちから出たとか、うん、だからこう育てていく感じのだからまあ表現が正しいかどうか分かんないですけど独立リーグとか独立リーグってねあのトップリーグに来い来いって煽りないじゃんないですねだからそこがサッカーにあるんだよねそうやってでこう認識を変えていけばもっと運営しやすくなったりとかそうですね僕はね前のチェアマンに一人でも見れないでしょ J1、J2、J3 にね一人ずつチェアマンも置いたらいいじゃないですか、うんうん、競争させたらいいじゃんで総合的に見てねだって漏れてるものが絶対一人で全部見れないんだからって、ねうん、まあ辛口が言ったものは批判に聞こえるからでもそれいいですよねそう J2 は J2、J3 は J3 で、まあ、チェアマンっていう肩書きじゃなくてもそこに長を置いて そのカテゴリーをしっかりその全チームこぼれないように運営して経費は同じようにかかるからさ、うんで移動もね結構しますしやっぱり J1 はねあの、まあ、日本代表する企業が多いからいいんだけどさそれでもやっぱり補填しなかったら赤字で終わるんだから、うん、やっぱりお金かかるんですねそれでねでまた供給していくによって上も強くなりますしねその通りですで下のチームはもっと地域に密着して、うん、それこそカテゴリーの低い僕はねチーム増やすのに反対じゃないのねだから例えば J1 にねあの14チームにしたら、うん選手らが全部こっちに集まって凝縮してレベルが上がる、うんうん、僕いつも言うのなんで野球は12チームより増やそうとしないんだ、うん、なんでサッカーはもうどんどん20でやろうとしてる、うんまあ、企業がね景気いい時にめちゃめちゃ支店を増やして、うん、景気悪くなったら閉鎖閉鎖閉鎖みたいな、うん、今追われてるみたいなもんですねこれ、うん、いや本当地方の J3 とかの経営っていうのはもうアップアップですねなかなか苦しそうですもんね苦しいですよ苦しいもうもう月末が怖いって言ってねだから地域と密着するのは東京って幅広くてそこの地域がどれぐらい賛同してやってくれるか日本であの一企業一町っていうところ鹿島の当時の住金とか岩田 あのヤマハとかみんなでお金出すっていう文化ないのねだそこが僕は部活動で分裂してるとなんで俺はサッカーに金出さなくていけないと野球もサッカーもバスケットもそうです今度はサッカーやった人はなんで俺野球に出さないと結局ね種目文化でそこがね地域を応援する文化作ってないのよあで外国にいたら例えばボストンとニューヨークはもうライバルリオとサンパウロとかバルセロナマドリードとかないのよその地域を応援するっていうなので今国体やるでしょ、はい、県民どこでやってるか分からないそうですね、何のために国体やってるの金かかってんだからしかもあのどこの県が1位で2位で3位でってだからあれ県民のアイデンティティをあの育つためにあるけども興味ないなら見直せっていうのですもったいない予算だからね確かにあの自分のところでやるときには宣伝してるか知ってるけどももう来年は違うところでやったらどこでやるか知らねえってねオリンピックときにね東京都民にねあの国体どこでやるか知ってるって多摩の方でやったのね、うん、いやオリンピックはやるの知ってるけども国体は知らないって、うん、あそういう
興味がないものに国が予算繰りしてて長くやってるから、まあ、そこに50年ぶりにグラウンド作ったとか直したとかいろいろあるけども、あの栃木 SC っていうサッカーチームできたのね、うん、だから栃木県民がね裏を曲げてて列の上に来るのよ、うん、でお前ら埼玉に引っ越ししろよお前ら県民としてね埼玉にお金あたあの落とすのはだから自分が住んでるところは発展しないんだよ。お前らいちごと餃子だけで興味持ってどうするんだろうね。それで今あの観光大使だから言うのいやけども保護しながらもっと地元を応援するっていうだから良くなるっていうね。さっき先祖さん聞いたのその、ね、3部リーグも応援しながら1部も応援する海外の文化が でも日本って先ほどの話もあるんですけど同じ系もうダービーマッチが多すぎて、まあ、神奈川でもだって、ね、湘南マリノスでフロンターレで相模原もあるわけでしょ。でもそのね先ほどの瀬城さんの話で言うと相模原は地域密着で応援しながらマリノスも応援しますみたいなでなっていくといいですけど日本って狭い国土で狭い中で分裂していくと一企業のファンが減りますもんね。いやだからそこがねやっぱりなかなかねあの増やしてから整理できなくなってやめろって言えないし、うん、ダゾンのお金だけで1000何百億って言ってるでしょ。60チームで割ったら大した金じゃない、うん、J リーグにも金がいって各チームに60チームに分配金違ってもあっても選手の頭数で割ったら大したことはないんですよ、うん、しかも何十年その何年単位でそれですもんね。そうなんです。1年じゃないですもんね。だからもう J3 にもお金出さないのね。中継はするけどももう出さない。やっぱりねあのお金払って試合見るっていう文化まだ日本には育ってないしさ。例えば WBC はねダゾンでやっても、はい、あの加入しても見ますよ。もうこんなにスターがいるかってね、うん、見てまだあの大谷と吉田でまだ視聴率引っ張ってるのかそうですね。あともうアメリカのメジャーリーグは大谷がもう人気回復とお金になるっていうのが分かったんで、うん、大谷のためだけに野球のルールすらも変えたんですよ。だから多分いろんな球団が大谷が来てくれれば大谷にお金払っても期待してくるお金あるんで。あとはねあの、あなた野球やったから俺聞きたいのがあってね、あの